さあそれではお待たせいたしましたお呼びいたしましょうタイヤゼミ教授の綾瀬はるかさんですどうぞ。 さあそれでは改めてご紹介させていただきますタイヤゼミ教授の綾瀬遥香さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします教授の綾瀬遥香です <laughs> お願いいたしますさあということで、えー、新 CM でも着用されていらっしゃったお衣装そのままでご登場いただきましたけれども、はい、やはり白衣姿がなんかもう慣れていらっしゃいますねそうですね<え>だいぶ慣れてきてやっぱり白衣を着ると気分のスイッチが 入りますもう教授スイッチが <laughs>、はい、入るわけですねはい。ではちょっと短いお時間なんですけれどもよろしくお願いいたしますどうぞおかけになってください、はい、さあ、えー、本日はですねはい。ありがとうございます、えー、綾瀬さんが教授を務めていただいているタイヤゼミということで、えー、そのタイヤゼミの特別夏き講習を今日は開講しておりますはいであのいろいろな皆さんにお話を伺ってきたわけなんですけれども一限目の 渡部さんの発表ですね。はい、はい、その発表は教授いかがでしたか。はい、とっても分かりやすくいい発表だったと思います。あの特にブリザックのあの気持ちに関しての部分はとても良かったと思います。<laughs> はい、あのちゃんと買いについてはですね新 CM をご覧になって、えー、お勉強してください。あ、<laughs> いやでも渡部さんお褒めの言葉いただきました。 はい、あれはすごい喜んでうれしそうでいらっしゃいますね。ありがとうございます。いやそうですよあの冬こそ性能でちゃんと買いというところあのもうさらに皆様にご注目いただきたいんですけれども、えー、綾瀬さんのちゃんと選んでくださいねというコメントもすごく印象的でした。 はい、そ,そ,そして、えー、CM の世界観ですねあの黒板があってやはりゼミということですのでこのステージ上にもその教室の雰囲気イメージをさせていただきましたが実際に撮影の現場の雰囲気は綾瀬さんいかかがででしたかそうですね実際も本当にすごく大きな後ろが全面的な黒板があって、はい、あの教壇もあって本当に教室みたいですね。うん そうですよね、はい、で本当にあの黒板が CM の中ではいくつも出てきましたしまた結構こう印象的な小物ですか、うん、小道具といっていいんですかねありましたよねそれもあの雪道もあのローでできてすごくよくできていてあのミニカーもそうですけど人も手作り感があってとっても可愛いですね雪国の町並みとか雪道とか本当にそのまま模型として。 ね、可愛らしいちょっと手作り感あふれていて良、はい、かったですよね、はい、いやしかし何といってもあの2本目の CM の最後皆様クスッと思われた方もいらっしゃるかと思います綾瀬さんが一生懸命あの黒板をくるくる回されていらっしゃってはいろんなパターンがあったんですけど、えー、ん少し回すパターンと。 何回か回すパターンと最後は自由にやってみてくださいっていう感じで何回か撮ってさっき流れてるのを拝見したら最後らへんはもうあのやりすぎちゃった感じのやつをあれじゃあやりすぎたパターンだった わけですすすかねですねででくくるくる回しすぎたタもそのくるくる回しているのがすごく実はよくわかりましてというのもあの突然の雪にもえ雪道以外にもこのブリザック対応できるように作られているのでその両方使いますよということが本当にあのくるくる回しているあの黒板で本当によく分かりましたけどもすごい楽しそうでしたね。はい楽しくて は、まあ、こう言葉とあの回すリズムがすごく楽しくて <laughs> はいくるくる回し,し結構大変そうでしたが、なんか見ると大丈夫でしたか？まあそうですね。あの、うん、黒板も割と重いものだったので。えー 力は入りましたけどいやでも本当に楽しそうに分かりやすく説明いただきまして <laughs>、はい、ありがとうございますやはりですねあの車は冬のことを思って冬用タイヤは早めに準備していただきたいというのがこのブリザックの <laughs> 特徴でもあるんですけれども話は少し変わりまして綾瀬さんがですね冬に向けて何か早めにちょっと準備しているものとか用意しているものがあったら教えていただきたいんですけれども。 はい、あのー、私は結構寒がりで。寒がりなんで、はい、あのー。足湯担保を。持ち歩いたり。あ,あ、現場に持ち歩いたり。します。なるほど。え、夏場もですか。夏場はさすがに持ってないんですけど、ーーでも夏場もやっぱり今クーラーが。効きすぎていて、寒いと感じることも多いので。 あのこう羽織るものは必ず持ち歩くようにしてます。なるほど。で、ね、そろそろもう九月も間近ということで、じゃ、あそろそろその足湯の湯たんぽも。足湯も。はい。登場する。する頃ですね。シーズンなんですね。なるほど。